はい、朝ドラ大好き、まこきださんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も舞い上がれの次週予告ですね。第3週10月21日金曜日の第15話。第15話では福原遥さん初登場回となりますので、どのようにバトンタッチするのかなども含めながら予告の方を紹介していきたいと思います。ネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第10話のトピックスですが、後藤編のクライマックスシーンとなった2メーターの巨大バラモンダコを舞が必死で走り上げることができたというこの場面ではなかったでしょうか。初めはイチッタが上げるということだったんですが、前からやろうと言ってきたとは初めてやけんと言ったから、最初の引き役を前に提案され挑戦した前が描かれていました。その後イッタは前との別れが辛く、ずっとここにいてとの発言に、前は東大阪の家族に会いたいからと自分の意見をすぐに言うことができていましたね。かなり成長したのではないでしょうか。そして後藤編第1部になるんでしょうかね。まあそれが閉幕するということで少し寂しいですね。はい、それでは予告の方ですね。第15話は模型飛行機が完成となっております。舞とくるみは完成した模型飛行機を小学校の校庭で飛ばすことにするようですね。舞の父浩太とくるみの父義春のほか、工場の職人、そして兄春人らを校庭に誘って内緒にしていた模型飛行機の初飛行を披露しようとするようですね。舞たちが作った模型飛行機は空に見事に舞い上がるようですね。舞のお父さんに元気になってもらいたいという気持ちが通じたのではないでしょうか。その頃浩太の特殊ネジは無事採用され、正式な受注が決まるようですね。ですから浩太の町工場も安泰だということになると思います。それから10年の歳月が流れ、2004年の春ということで、ヒロイン役が浅田ハロさんから福原遥さんにバトンタッチということですね。試験ですが、今回長めの3週間を使って浅田ハロさんが幼少期の舞役を演じられたわけですが、大人になった舞が幼少期はどんな少女だったのかが深く理解できる素晴らしい序章になっていたと感じました。そして後藤の風景も圧巻でしたよね。はい、予告の方に戻りますが、18歳になった舞はその春に航空工学を学ぶために大学に入学します。入部するサークルを探す中で、舞はあるサークルが作った人力飛行機の美しさに魅了されるようですね。バラモンダコから次は飛行機ということになっていくのかなと思います。第15話、舞たちが作っていた模型飛行機が完成し、浩太らの見守る中、模型飛行機は見事に空に舞い上がるようです。そして浩太の町工場で作った特殊ネジの採用が決まり、町工場も安泰な様子です。それから10年後、舞は18歳になっています。航空工学を学ぶため大学に入学し、とあるサークルが作った人力飛行機の美しさに魅了されていくようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。